メビウスは日本タバコ産業が1977年6月から製造・販売しているタバコの銘柄の一つで JT の最主力銘柄である。2013年1月まではマイルドセブンの名称で販売されていた。外箱のコンセプトカラーは水色。常にブランド拡大を行うことでファミリーシェアナンバーワンを保持している。 JT 製品ファミリーの中で最も銘柄数が多い。マイルドセブンはセブンスターのマイルドバージョンとして国内で1977年、海外でも1981年に発売された。日本で初めてアメリカンブレンドでチャコールフィルターを採用したブランドである。発売当初はセブンスターと類似した星に7をあしらったデザインであったが、1994年に JT が F13000 ブランドをキャビンからマイルドセブンへ変更したことに合わせて白地の左側縦青帯デザインに変更された。これに際してテレビ CM でマイルドセブンの青い世界という宣伝文句が使用され、以後青がマイルドセブンのイメージカラーとなっていく。現在のトレードマークである ブルーウィンドは2003年の F1 日本グランプリで先行的に発表され、同年発売の新製品で利用された後、2004年にソフト製品及びワンのボックスが2006年に3から1 0ラムのボックス製品がデザイン変更された。なお、その後も2度デザイン変更が実施されている。また、以前はパッケージの種類によって価格や ニコチンタール値が異なっていることが多かったが、2006年7月のタバコ価格改定に合わせ、価格やニコチンタール値を統一した。2007年6月には、マイルドセブン30周年記念を迎えた。発売前は、当時の専売公社校舎内でも、煙ばかりで、味がなく、これは売れない。と先行きを危ぶむ声もあったが、軽いきつみを求める喫煙者の支持を受け、 芝叩く間に日本国内で最も売れているタバコ銘柄となり、単にライト、スーパーライトといった場合それぞれマイルドセブンライト、マイルドセブンスーパーライトのことを指す場合が多い。年配ユーザーの中には8ミリ、6ミリと呼ぶことがあり、これも同様にライト、スーパーライトを表している。2012年8月にブランド名をメビウスに刷新すると発表。 日本国外市場は2012年4月より、日本市場は2012年11月に、新デザインの切り替えを開始し、2013年2月上旬に、新ブランドに切り替えを行った。ミビアスの名称は、マイルドセブンの頭文字、M、S を両端に置き、エボリューションから EV、さらに JT 自身を示す、I とユーザーを示す、U を組み合わせた造語である。 2013年2月に、マイルドセブンから正式に、メビウスに解消されたが、日本タバコ産業の公式見解では発売開始日は、メビウスに正式解消された日ではなく、マイルドセブン時代から引き継いでおり、1977年6月1日発売開始としている。当時の先売公社は、初のアメリカンブレンドとして1970年3月、ラン、チェリーを発売した。 しかし、前年に発売された日本初のチャコールフィルター採用銘柄、セブンスターが爆発的なヒットになっていたため、チェリーは当初こそヒットしたものの1975年頃から、チェリーの売り上げは下がり続け、ついに工場の特殊加工設備の稼働率が30%以下に落ち込み、工場の稼働率向上のためアメリカンブレンドの新製品開発を余儀なくされた。 それ以前から、先輩校舎内では新銘柄の案に、アメリカンブレンド、チャコールフィルターという発想はあったものの、以下の理由により見送られて続けてきた。同時期、マリーナのリニューアル案を考えていた際、開発者がマリーナにセブンスターのフィルターを、セロテープで貼り合わせて吸ってみたものが、上記の理論的には矛盾していたものの評判が良く、商品化の目処が立った。こうして、 国内初のアメリカンブレンドチャコールフィルターが生まれたが商品名をブレンドのベースであるチェリー派生にするかフィルターのベースであるセブンスター派生にするかで議論になった最終的には当時勢いのあったセブンスターの派生銘柄で発売することになったマイルドセブンのオリジナルとなるタバコ1977年にオリジナル1985年にライト 1989年にスーパーライト、1995年にエクストラライト、1998年にワンが発売された。また、以前はオリジナルのメンソールも存在した。その後2009年のオリジナル 100S 及びライト 100S の発売をもって、全タールチでソフトボックス100、S ボックスのすべてが揃った。過去に5回。 大きなパッケージデザイン変更が行われている。1994年以前はオリジナルはセブンスター同様、星小門のデザインだったが、その後発売されたライトやスーパーライト、メンソールでは別のデザインが採用され、統一感がなかった。なお、2004年4月から2012年10月までのパッケージデザインは日本独自のもので、海外では2005年7月よりグローバル。 デザインと呼ばれる独自のデザインを採用していた。グローバルデザインも2010年にデザイン変更が行われた。2012年4月より順次新パッケージを先行導入しているが、日本で導入されるデザインとは若干異なり、前面のタール値表記は入れず、フレーバー名の下のドットの数で重さを表しているほか、配色も一部異なっている。日本では 免税店限定でボックス製品3種のグローバルデザインが販売されていたがパッケージデザインを世界的に統一したことから免税店向けも2012年12月に国内向けと同等品に変更し2013年1月出荷をもって販売を終了している。ブルーウィンド導入後のデザインはザ・デザイン・アソシエーツがデザインを担当している。 1988年の発売当時、一部の銘柄を除き、JT の主力銘柄の多くが、ロングサイズだったためより長いキングサイズ版として発売された。同時期には同様の経緯で、セブンスター EX やキャスタースペシャルなども発売されており、80年代後半以降発売される銘柄は、キングサイズが主流となった。FK は長さを表す。 フィルターキングスの略である。ただし、長さ以外にブレンドも若干異なり、チョコレート系の香料が加えられている。1990年代前半に主力銘柄が軒並みキングサイズ化されたため差別点が小さくなったが根強い人気によりその後のパッケージデザイン変更も一度も受けずに2011年まで継続販売された。 マイルドセブン初のボックス製品として1990年に発売。オリジナルトライトの中間的なコンセプト。FK 同様、1993年から1995年にかけて他のマイルドセブンのボックスバージョンが発売されたため、唯一の存在ではなくなったが、根強い人気によりその後のパッケージデザイン変更を一度も受けずに2011年まで継続販売された。 D スペック製品。プライムの改良版で価格も通常価格に抑えられた。6mg KS と 1mg 100S が発売されている。発売時は 6mg と 1mg でデザインが異なっていたが2011年10月の 6mg のラウンドボックス化の際に 1mg のデザインに統一されている。メビウスになった後2014年2月頃に メビウスモードシリーズとなった。初のノンメンソールの D スペック製品として発売された。当時のマイルドセブンボックスよりも20円高い設定であった。当初は 6mg のみが発売され後に 6mg メンソールが追加。3mg スリム、8mg、10mg も一部地域でテスト販売されたものの全国発売はされずに廃止された。 また6ラムノーマルについても、前述のマイルド 7D スペックの台頭により2010年7月で廃止となった。スーパーライトは、マイルド730周年記念として追加された、メンソール製品。1ラム d スペック以外のメンソールが発売されるのは、約4年ぶり。翌年には、ワンメンソールもアクアシリーズに組み込まれ、名称変更された。 2010年7月には、チャコールフィルターを採用した、アクアスカッシュメンソールも発売されたが発売から1年経たずに廃止となった。バーレーバーを増量し、吸い体えを高めた製品。コルクチップフィルターを、マイルドセブンで初めて採用している。1mg のインパクト100、S ボックスとインパクト1メンソールボックス、5mg のインパクトメンソールボックスの3種類が発売されている。 発売時は、インパクト 1100S ボックスとインパクト1メンソールボックスで、デザインが異なっていたが、2011年2月の 100S のラウンドボックス化の際に、メンソールのデザインに統一されている。コンセプトは、同時期に廃止となったアルファに近く、事実上の後継となっている。初のスーパースリムサイズの D スペック製品として、発売された。 1mg と 6mg の2種類が発売されている。マイルドセブンのスムースで癖のない味わいはそのままに、独自ブレンドを開発したことにより、細巻きでありながら凝縮した、うまさを実現した。メビウスになった後の2014年2月に、メビウスモードスタイルプラス、シリーズとなった。タバコ規制枠組条約策定時に、マイルド、ライトといった、従来タバコ製品より肺がん、配管。 感情動脈性心臓疾患などの疾病理管理図を低減させると誤認させる表記を全面禁止する案が上がったが、日本タバコ産業並び日本国政府は、マイルドセブンは JT の登録商標でありとして反対。結局これら表記を規制するかどうかは、条約批准国が自主的に決定することとなった。詳細は、ライトタバコを参照。 なお、マイルドの表記が禁止された地域では、ロシアや香港などのように、日本と同様に、マイルドの表記が悪影響が少ないわけではない旨を、表記することで、特例的に認められた地域もある。スカイブルー、ウィンドブルー、クリスタルホワイトに変更されているが、認められなかった場合は、セブンスターの名称で販売されている。2006年、東南アジア一帯ではよく知られている。 ブランドタバコであるマイルドセブンを語った模倣品のタバコパッケージが日本国外で広く流通している事実が明るみに出た。パッケージデザインなどは本物のそれとほぼ同一であるが香り、味といったタバコの品質に関しては本物とは比べ物にならないほど粗雑な出来である。内外の調査の結果によればこの偽タバコに関しては朝鮮民主主義人民共和国が 外貨資金獲得活動の一環として国家ぐるみで製造しているものという見方が強い。メインスポンサーとして支援した2005年のルノー会一、ありがとうございます。